サロモンソンからのボール、スオビック弾く、そして前へ、今度はクルークスからの組み立てとなるか。さあクルークス、クルークス、そのままいった、クルークス、ホーム最終戦出ました、クルークスの左巻きながら外側に、まあ、キーパーからするとやっぱノーチャンスだと思いますし、まあ、あの辺のこうペナルティーボックス内で外ですけれども、まあ、これだけねじ込むだけの力ありますし、